周囲か。まったく同じ人とも思えぬことだ。松永様の向かう先、どこへでも参ります。日々ただこれ精進あるのみ。慢心する中で負けるか。うわ、我らは一手、あれど大軍の一員なり。まだ倒れられない。誇り高き竜の右目を。嫌と逃げ惑えば虫の気が済む。なかなか暴れる。我らは死ぬのか。乱をさばいたのは全て元成様の騎士による。いまだ日輪の眠りし。それ落ちる、そこに。天を焦がして燃え落ちる。やめて、うちの居場所。小次郎、俺はのめり込むなら武芸か何かにしてほしかったよ。おいの目を見、これがおまはんの姿に。この藩の未来は。なんせこの枷だ、手加減頼むよ。くそ、兵糧に斬られたら二度と傷が癒えぬ気がする。秀吉様、乙女心は秋の空、男心は何だと思う？あんたはいいな、目に力が入ってる。次の喧嘩では俺が勝つ。刃の届く距離には近づいたが、そう睨むな。我らも最初はただの人だ。私の名を。今からでも遅くはねえ。海の男になりな。すまなかった。いってか、マジだ。鶴姫ちゃん、大丈夫？きっと助けて。どけ、親方様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 、親